ICT 技術が進化してますます生活が豊かになっていくのを肌で感じますし、やっぱりこれからは情報技術分野で活躍したいなって思って情報学科に進学することを決めちゃいました。大学生活はとにかく自由に何でも挑戦してみようって気持ちで取り組んでいます。学生ファシリテーターで大学のイベント活動に積極的に参加したり、部活も2つの部を兼用しながら毎日を刺激的に過ごしてる。4年生になる前に自分の研究テーマを決めなくちゃいけないんだけど、堀部先生の授業を聞いて自然と堀部研究室に足が向いていました。堀部研究室での研究テーマは、簡単に言うと人工知能を持つ農業サポートシステムの実現って感じ。農業経営には熟練した知識が必要。この熟練した知識を人工知能として開発し、自立して学び、判断できる農業サポートシステムとして実現する取り組みについて研究しています。インターシップでは地元の ICT ソリューション企業にお世話になったんですが、お客様に喜んでもらえるための見聞力、行動力、そして思考力の大事さを肌で感じたからこそ、将来はシステム開発の仕事をしたいと強く思ってる。そのためにも人との出会いを大切にして、社会や人の役に立つような仕事に携わりたいなって思ってます。